ニネベの主教、シリアの、かつに物のイサークは、7世紀の間に生きた、ネストリウス派教会の主教、修道士。出生地は、ペルシャ湾西岸、現在のカタール。言語はシリア語。聖教会で成人。記憶日は1月28日。シリア時イサークは、 ニネベのイサークの名前でも知られているが、イラクを中心に広がる、現在アッシリア東方教会と呼ばれる教会の会員であって、それはかつてネストリウス派と呼ばれた教会であった。彼は7世紀前半のある年に、ペルシャ湾西岸の現在のカタールに生まれた。兄弟と共に修道院に入るが、ほどなくして、彼の連達した修道生活が、 他の修道士から一目置かれるようになり、修道院の指導者に推挙されるに至った。静音を好むイサークはこれを断り、修道院を去って隠遁し、兄弟からの修道院に戻るようにとの説得にも応じなかった。聖なる生活による名声が広まったことにより、660年代にイサークは、現在の北、イラクにあるニナベの町の主教に押されて、 これに着座したが、イントン生活への思いは立ち難いものであり、わずか5ヶ月で主教の職を辞して、修道生活の沈黙へと帰っていった。こうした背景の中で彼は、多くの修行生活に関する著作を残した。そして、一回の修道士の立場で世を去った。イサークの生きた時代は、まさにイスラム教の勃興の時代であったが、彼の時代は、キリスト教徒とイスラム教徒とは、 必ずしも敵対的な関係ではなかったことが知られている。禁欲に関する著述のほか語録が残されており、聖教会においては、聖人として数形されてきた。他方、聖法教会においては長らく無名の存在であったが、19世紀末以降、研究されるようになった。イサークの修行生活に関する著作は、 修行的説教集としてまとめられ、最近のアメリカ版においては、大版で600ページにもなっている。イサークは、同情心、慈悲、減り下る心、祈りと沈黙を愛する心を強調する。ありがとうございます。